おはようございます、こんにちは、こんばんは。私はただいま羽田空港に来ております。本日はサムネイルとタイトル通りの駅に向かいます。まあ知っている方もいらっしゃるかと思いますが、このチャンネルならではの動画展開にしているので、ぜひ最後までお付き合いください。ということで早速移動開始です。ここ羽田空港からは快特とエアポート快特以外はどの列車に乗っても目的の駅に行くことができるので、まあまずは停車しているエアポート急行逗子葉山行きに乗車します。列車は都営浅草線の5500型電車です。京急線内完結の運転のエアポート急行に浅草線の車両が運用につくなんて、これは珍しい、おそらくダイソーかーと思い、まあ、撮影時は興奮しておりましたが、まあ、後々調べてみると、まあ運用に詳しい友人に聞いたんですが、まあ、都営車のエアポート急行運用は定期列車で存在するらしいです。まあ、別にダイソーとかではないようですが、まあ、普通は京急車のエアポート急行に都営車が運用につくのが違和感すぎて、なんか楽しい。ということで羽田空港を発車です。そして本日の目的の駅に到着いたしました。まずは乗ってきたエアポート急行を見送ります。ということでやってきたのは京急線の工事駅でございます。工事駅は京急の空港線にある1902年に開業した駅で、連続立体交差事業で高架化された高架駅です。構造は2面2線の相対式ホームを持つ駅で、1日の利用客数は2万2000人程度です。この駅には空港線を走る普通、エアポート急行、特急が停車する駅となっており、日中は10分に1本程度の間隔で列車がやってまいります。工事駅周辺はテレビドラマや CM の撮影に使用されることがあるそうで、テレビと深い関係のある地域となっております。で、この駅の面白いところというか本日の本題はこちら。駅を見ていただくと普通の伏線の構造のようになっておりますよね。まあ言葉で説明するよりも実際に見ていただいた方が分かりやすいと思うので、まずはやってきた通過列車の動きを見てみましょう。通過列車は快特の品川方面行き列車です。工事屋を通過し、その先の列車の動きを見ていくと、何やらポイントで右に転線して行きましたよね。まあ日本は左側通行ですから右側に入っていったので、じゃあ京急蒲田に行く列車はこの先のポイントを右に行き、まあ、羽田に行く列車は左からやってくるのかなと思えそうですが、あら、なんかさっき快特が走っていた方からこちらにやってくる列車がありますよね。ん?じゃあ京急蒲田に行く列車はこの先のポイントを右に行き、羽田に行く列車は左からやってくるというのは違うのか。まあちなみに今やってきた列車はエアポート急行の羽田空港行きです。まあもう気づいてしまった方いらっしゃるかと思いますが、もう少しお付き合いください。そしてお次にエアポート急行逗子葉山行きの動きを見てみましょう。こちらは先ほどの快特とは違い、ポイントを直進して行きました。そして次にやってくる列車は先ほどエアポート急行逗子葉山行きが進んでいった線路からやってきます。まあもうお分かりいただけたかと思います。そう、この工事駅から京急蒲田駅、まあ正確に言うとあのポイントから京急蒲田駅までの区間ですが、その区間は伏線ではなく単線並列区間となっております。まあ噛み砕いた言葉で説明すると、どちらにも進むことができる単線が2本並んでいるということでございます。まあ図にしてまとめるとこんな感じです。
京急蒲田駅は2層構造の駅となっており、2階部分が品川方面の上り線、3階部分が川崎横浜方面の下り線となっております。そして空港線から2階部分に入るための線路が、まあ、ポイントの右側、そして3階部分に入るための線路がポイントの左側となっております。まあ、そのため品川方面に向かう列車は工事屋を出た後、ポイントを右に分岐し、京急蒲田駅の2階ホームに入り、まあ、品川方面へと向かって行きます。まあ、逆に品川方面から羽田空港に向かう列車は京急蒲田駅の3階ホームを発車した後、左側の線路を走行し、ポイントで左に渡り羽田空港へ向かうということでございます。しかし羽田空港から直通しているエアポート急行の逗子葉山行きは横浜方面へと進んでいくので、京急蒲田駅では3階ホームに入らなければなりません。なのでポイントを直進し3階ホームに入り、京急蒲田駅でスイッチバックをして川崎横浜方面へと向かって行きます。逆に川崎横浜方面から来るエアポート急行羽田空港行きはまず京急蒲田駅の2階ホームに入りますが、羽田空港に向かわないといけないため京急蒲田駅でスイッチバックをします。そして2階ホームから出発し、ポイントを直進し工事駅、そして羽田空港へと向かって行きます。このように空港線を走る列車は品川方面と横浜方面の両方があり、さらに京急蒲田駅の駅構造が3階は上り線、2階は下り線という感じに分かれているため、工事屋の先のポイントから京急蒲田駅は複線ではなく単線並列となっております。ということでご理解いただけましたでしょうか。同じような見た目は伏線なのに単線が2本並んでいるだけというのは日本には数多くあり、まあ、例えば関西の JR 西日本の桜島線、まあ、通称 JR の夢咲線のユニバーサルシティ駅から、まあ、路線の起点の西九条駅まではここと同じ単線並列となっております。見た目伏線なのに伏線ではないっていうの面白いですよね。ということで本日の動画は以上となります。いかがでしたでしょうか。高評価やチャンネル登録よろしくお願いいたします。さあ次はどこに行きましょうかね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。